そうか。ハク置いとくべきだったかな。ナンシー動揺するな。枠が始まっていないからなんだ。動揺するんじゃない、ウタイ。気にするな。そういう時もある。動揺するんじゃない。ん？流し漫画？これはもしや流し漫画の流れでは？マジで流し漫画あるな。マジで流し漫画あるぞ。いや、これ流し漫画に決めきるわ。これ。シワチ32、シシ3、シ32、シシ16。4枚やろ？ 1 枚いけばいいんやろ？いけるな。新一行くべきだ。まあまあいいまあいいわまあしゃあない。ちょっとツモがうまいこと噛み合わなかった。高い。これちょっと1きついな。2狙いで現実的に見ましょう。広がりは感じるな。すごく頭 E1 で固定したら早い。チーソー、これもハイ効率マックスで真っ先にリーチかな。きた。1オッケー。このリーチでかい。お願いします。お願いします。お願いします。あとは神頼みとリーチピンフドラドラ問題なさすぎる。1位も視野に入らがれれば、はあ、最高だこのゲーム。しゃ、親の責任払い。これ1位無理か。無理やな。1位は無理やわ。これ持った。裏ドラ乗ってお願い。裏ドラ乗ってください。裏ドラやったー。何つドラドラ裏ドラ羽根間1万2000点。落ち着け。慌てる時間じゃない。ドラをドラを落ち着け落ち着け落ち着け。トーンはいらない。上がればいい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 ぞ。上がればいい。これはスピーディーにガンガン泣いて単位を終わらせる。あわん重なって、ああドラいっぱいだー。もう泣けるやつ全部泣くぞ。これ泣いちゃダメなやつないよな。いや缶はまずいだろ。リャンペン出てないな。冷静にこの動きができるのが俺の強みだからな。この冷静さ大事大事。赤ちゃん持つしかないから出すしかないよ。枚数苦しいけども知らない。パワーマン引っ張ってきたな。いや今のパーピン結構苦しかったんちゃうか。出る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 。やったー。よっしゃー。よし下馬評覆しちゃったれ。よしナイス。一半ちゃんじゃどうなるかわからん。ようやった。歌い歌いメイク天才えらーい。運が良かったな。やったよしどうじゃ。配信取りミスったけど今日はジャンシじゃ。あ最高。いやーやったー。最高すぎる。あよかったマジで。あーしんど。ナイスすぎるってちょっと嬉しい。よかったー。配信取り忘れ以外は完璧だ。でも見応えのあるところは出たからいいな。配信始まってないよという連絡がもらったのでご報告までって運営さんから来てるわ。チャットがいつも通り流れてたから全然気づかんかった。みんなありがとう。ごめんな。放送始まってのに盛り上げてくれて。ほんまに申し訳ない。さあ、それでは、記念すべき開幕戦。トップを取ったのはこの方です。チームアトラス、歌いメイカさん、おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、出来すぎでしたね、いろいろね。いや、でも素晴らしかったですね。メリハリが効いてて。ありがとうございます。もう村上プロから事前に言われてることがあって、下馬評僕多分最下位だったと思うんですけど、まあ、どうしても C ランクですし、最速最強もいるってなって、まあ、僕もひよってたんですが、プロから
周りをみんなジャガイモだと思えと、あ自分のことだけ考えて打てばええと言われても、おかげさまでね配信開始を忘れたり流し漫画ないことを忘れていたりとか、いろいろトラブルに見舞われましたけれども、なんとか落ち着いて、たまたま、まあ、ちょっと3ピンが壁になって2ピンとかまでは分かってなかったんですけど、たまたま晴れたあれで上がれたんで、よかった、運が良かったですけど、まあミスらしいミスも少なかったんで満足してます、自分なら。いや、オーラスのね3ピンポンはなかなかできないと思うんで、はい、あれが良かった、決断良かったですね。ありがとうございます。もう食いたてはと思って、そうですね、はい、ボイプロからスッと出ましたもんね、リャンピンが、そうですね、パワーピン出た時に押してはるなと思ったんで期待はしてたんですけど、いやちょっともうひりついたっすね、久しぶりにふわふわした。いや素晴らしかったっすね、本当に C ランクとは思えない戦いぶりで、はい、恐縮です、ね、チームアトラスの皆さんとしては頼もしいですよね、はい、楽しみ、ではメイカさん、はい、見てくださってる皆さんに最後一言お願いいたします。第一試合見てもらってありがとうございます。まあこのように皆さんも予想、僕も予想できないような試合の展開がきっとこれから29試合待ってると思うので、ぜひ楽しんでもらえればと思います。これからもよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ヒーロー帰ってきたな。お疲れ様です。おーい、カバーしてきました。お疲れヒーロー、すごかった。いや、これめっちゃ来た、来た、かましてきたな。めっちゃドラ引いた。いや素晴らしかった。ありがとうございます。本当に。いや刺さった今回は。じゃあ俺も始まっちゃったから。あ、行ってきますわ。頑張れ。頑張って。本当にじゃあ楽しんで。はい、自由に楽しんで。回してください。足いっぱい。はい。いやよかった。いやマジでありがとう。いや本当におめでとう、すごい、うん、本当に。できすぎでしたマジで。いやでもね本当に羽松も気持ちよかった。もちろんあのね後半のほら、はい、メンピンツも赤ドラとかね、ああいうのは、うんうん、そう出来すぎの部類っていうかね、もう正直、うんうん、こうハイパイの勝利みたいなところあったけど、ね、うんうん、ただ最後の仕掛けと、うんうん、その一個前のその残機とかはもう完全に勉強の成果というか、はい、普段ああよかった、うん、もうあと一個だけ言うと、そう流し漫画ないからね、うんうん、そうなんですよ、俺もコメントで言われてあっつって5分後に気づいちゃってそうなんですよね、そうそうそう、やっちゃった。だから、あの時だけそうチートイはやっぱね、あ、やっぱ見るべきでしたね、よかったけど、でも、うん、あの全然本当それ以外のなんよかった、めっちゃよかった、あ、よかったっす、ありがとうございます、うん、めっちゃよかったっす、よかった、うん、まあ2位狙いか思ってる先ハネマン積まれたんで、そうだよね、いや、そうだよね、ハネマン熱かったですね、熱かったな、熱い、うん、まあ、結果が出るか出ないかはね結局どうなるかわからないんですけれどもね、まあ、今回はやっぱりハイパイも良かったし、あの押すべきところで押してもぎ取れた瞬間も全然あったんで、すごくあの実りのある回だったなと思います。皆さんねちょっと配信始めれないなどのトラブルもありましたが、ありがとうございます。後でちょっとね、みんなの視点見てみようかなと思います。